これが、はい。あ、春菜さん。はい。あ、どうですか？はい、マイクというかお渡ししますので、なんとなくこう、ご案内していただいてもいいですか？はい、映ってますか？映ってます。綺麗に映ってます。これジャパン放送前ですね。ハイストリートケンジントンという、まあ、ジャパン放送ドンの、そうです。これが大きな通りで、まあ、銀座のような場所ですね、東京の。でですね、皆さんこう、たくさんの方がここは、この道に面してジャパンハウスロンドンという施設があります。はい。はい。あれは誰だ。まあ本当に昼間だけではなくて夜もですね。11時。あ、今ですね。あ、近藤さんですね。近藤さんと日野浦さんと。たまたまこの週末はこの2人とあとは水内さん3名のベテラン職人さんが向こうに行ってギャラリーツアーを行います。こんばんは。こんばんは。聞こえないかな。聞こえてます。聞こえてます。ミーシャカは映した方がいいんじゃない。あ、さすと聞こえます。はい、すいません。一言と余計なこと言われていいですからちゃんとレポートしてください。ここが1階の入り口部分ですね。レセプションがありまして、はい。あ、水内さん、こんばんは。長旅ご苦労様でした。エティハド航空アブダビ経由で20時間ぐらいかかって昨日着いたはずです。でスプレッツさんはお仕事の都合で1ヶ月ぐらいロンドンの方に滞在していらっしゃいます。で、これ切れますね。これは映ってる時は全然見えないんですけど、ちょっと映ってる。映ってます。映ってます。はい、映ってますよ。どうぞどうぞ。はい、はい、で1階の部分、まずここがですね、はい、ジャパンハウスのディスプレイに、ウィンドウディスプレイに、業務スペースで交換されての、写真を使った状況を展示しています。はい、カモンだ。カモンの大湊さんの屏風ですね。そして隣に、はい、逆さっきちらっと見えた、映ってます。映ってます。映ってます。あ、やっぱダメだな。映、はい、ってますよ。カメラがちょっと予定よりもうまくいかないんですが、はい、はい、こちらは諏訪田さんの盆栽道具ですが、それが乗ってる重機、これも半畜という、まあ、庭師さんが作り上げる、まあ、土等を固めたものになりますけれども、それも現地で、大工さんも引き連れて、みんなで2日ぐらい徹夜しながら、作り上げたという形です。地下行きましょうか。地下行きましょう。今ちらっと見えましたが、松もあそこに持ってきてですね、まあ、冬はまだ先ですけれども、新潟の雪吊り、雪囲いというかな、雪吊りを、そこでもやっておるということです。で今通り過ぎちゃったところですが、物販、この産地の商品も、販売をしておるというところです。で1階から地下に降りるとこちらがギャラリーになっておりまして、この壁をの向こう側が展示スペースというような形です。創業産業金属の進化と文化、バイオロジーオブメタルという形で、今年の、メインビジュアルでもありますこの炎が17メートルぐらいのまずバーンとビジュアルでありまして、左側には創業産業とは何ぞやとか、それから、まずはあの
先ほどのマーラーの言葉ですね、伝統とは廃音するはずることでなく、物を絶やさないことであるというような言葉から始まりまして、燕三条の歴史、あの位置、そして、弥彦神社、弥彦はまあものづくりの神様でもありますし、それからこの辺が昔、湿地帯で水害が多かったんだよとか、農家寺とか、国から戦が始まってますというところから始まります。結構いますね。いますね。まあ、今日週末、あれ違うな、金曜日の昼ですね。うわぁ、なんだ、すごいですね。まず、まあ、枠木、これ枠木ですね。枠木が、今はまたペグになりましたよとか、そして僕は銅器ですね。銅器の製作工程があったりですとか、これはノコギリとヤスリ、そして、ここは、クワの展示ですね。近藤さんのクワを70点持ち込みまして、北は北海道から九州までの全然その農作物だとか土の硬さに対応したそれぞれの形、地域の形のクワをバーッと一度に展示をしています。ここは包丁ですね、包丁ギャラリー焼肉屋の親父みたいになってますが、で彼らがおそらくその、まあ、それぞれ日本語英語の通訳さんなんかを気につきながら実際にこれここが大変なんだってとかここ難しいんだいやみたいな話をこうされるんだと思います。大工道具の変遷ですとか、なった、奥側にはこのガイドブックのブックレットにも載ってますプロセスを英語版で展示をしたりしております。金型、本当にはマジックメタルなんかがあります。でそれぞれキャプションですとか、代表的なものには、まあ、ムービーも、作りまして、あの QR コードで読み込んでいただきますと、動画、その制作の動画もご覧いただけるというような形になっております。で、今ちょっと音はしませんが、この会場内に、第1回目の工場再建の時にサンプリングで撮った工場の音を編集した音をずっと流していたりします。チタンのカップ等々ですね。で、奥のその大きいディスプレイには、皆さん の, 過去の工場の祭典の写真、で撮らせていただいた写真がもうパッ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 と入れ替わるような形で、展示されています。大工ボード。まあ、こうしてその、ただ物を並べているだけではなく、その制作の工程ですとか、進化の歴史みたいなものですとか、そんなものを体系的にご紹介をするというような展示会になっています。これがサイモンさんですね。はい、お疲れモード。お疲れサイモンさん。はい。ありがとうございます。大体会場内はなんとなくこう一周していただきましたが、なんかこのここまでのここまでの手応えとか小林さん、手応えとかなんか皆さんにお伝えしたいことありますか？ちょっと待ってくださいね。はい、サイモンさんたち、あれ、お披露、あれ、サイモンさんたち、でワークショップ等はこれとまた別の会場で、同じような広さのスペースのホールがあります。そちらで行うような形で。聞こえてますか？はい、聞こえます。聞こえますか？はい、聞こえます。聞こえてますよ。聞こえます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。泉さんが今回の展示の立て役者です。すごく貴重で、頑張っていろいろつないでくれたということでございます。泉さんに足を向けて立てません。
まあ、ジャパンハウス の、この企画のご担当の方ですね、鹿児島出身の方ですね、まあ、イギリスの方と結婚されているコーディネーター、企画局長のサイモンさんですね、まあ、彼が、この大原祭典というか、まあ、ピンクストライプ の物語であるとか、この土地のものづくりを、ちょっと聞こえませんでした。今の玉泉堂のドアどこから来ていますか。今の玉泉堂の何ですか。銅、銅の原材料はチリとかボリビアとか南米ですね。南米です。南米はい、まあ、こういう基本的な質問からですね、多種多様な質問がいろんなところから寄せられています。総裁になってるんですか。最初はもちろん感じたんですけど、やっぱりそので、まあ、いろんな炎を燃やし続けたりとか、いろいろあるんですけど、いろんなところで本当に会場にいるとたくさんの質問をいただいて、中には僕が全然答えきれないものもあるので、たくさん今日は学生たちが本当に来てくれて、すごいですね、うん、すごいです、ね、一生や週末はこんな状況でしたけど、平日は割と社長の皆さんに一言、あ、はい、ハロー。今回展示どうでしょうか。見せられて幸せですというふうにおっしゃっています、多分。はい、ありがとうございます。何か小林さん最後一言ありますか。皆さんにメッセージ大丈夫かな。大丈夫かな。はい、よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。こんな形で、ジャパンハウスではやっておりました。いや、でも金曜の昼までこんなにこう入ってるってすごくびっくりというかありがたいですね。本当にたくさん質問が寄せられていて、まあ、それを、まあ